こんにちは、ひさきです。今回はですね、セリーグ全球団の新加入選手についてお話ししたいなと思います。もちろん成績も大事であることは間違いないんですが、これまで述べてきた通り、必ずしも成績だけではなく、その選手がそのチームにとってどれだけ必要戦力か、他球団なら使われないくらい苦しい成績だったとしても、その選手がそのチームにとってどれくらい欠かせない存在かという意味で評価をつけたいなと思います。まあ、他の球団の他の選手の成績と比べてというよりは、所属球団の中でどれだけ必要な戦力かという具合で評価していきたいなと思っております。まずはサンチェスですね。開幕前、早い回での失点などが目立ち不安視されていて、開幕当初も勝利こそついていたんですが、長いイニングを投げられておらず、中日戦では2回で KO。 ただ先日の DeNA 戦、まさに支配的な投球、直球は155キロ出ていてノーヒットに抑えていました。9回に打たれてしまい失点し、完封とはならなかったんですが、素晴らしいピッチング、100球を超えても150キロ出ていて、スプリットやチェンジアップ、カットボールなど多彩な変化球で試合を作ってみせました。これまで三振も多かったんですが、四死球も目立っていた中、あの日は正直大崩れするビジョンが全く見えませんでした。まあ、ただその後、右肩違和感で離脱となってしまいました。もちろん本来はエスとしたいんですが、最後の登板が7月18日とやや間隔が空いていて、本来はもっともっと投げてほしい選手ではありますので、A とさせていただきたいなと思います。そしてディプラン。今季育成で入団し、動くストレートを武器に打たせて取る投手。実戦でアピールし、開幕前に支配下契約を掴んだんですが、開幕は2軍。2軍で2試合で12回9三振、8四球、防御率 2.25 とイニングも投げたんですが、2軍では6月27日以降登板がなく、右肩違和感とのことです。サンチェスが離脱している今、チャンスではあるので彼に来てほしかったんですが、現在はコンディション不良ということもありますので、なかなか1軍戦力とは慣れていない現状です。そして、ビエイラ。練習試合で160キロを計測など、評判通り直球はすごいんですが、コントロールが大きな課題で現在は2軍。先日の西武戦では大量ビハインドで登板し、2安打1デッドボールで失点も、それまでは四死球も少なかったんです。常に155キロを超えてくる投手、速いのは知っています。ただ制球だけではありますが、そう簡単にはいかないのが現状です。そして高梨選手。高田選手とトレードで楽天から加入。対左のスペシャリストとして実績はありますが、右に対して食い込む直球で、今のところ打たれているヒットはセーフティーバント1本のみ。楽天2軍でも制球難で苦しく、1軍は遠かったと思っていたんですが、まあ、セリーグではまだ対策もされていないこともあり、自滅するビジョンが見えません。6試合で1人のランナーを許さない素晴らしいピッチングで、これからも期待したく、彼の加入で高木選手を一度休養させることもでき、早い回に大江選手も使えるというのは大きな補強かなと思います。そして田中豊樹選手。今季育成で入団し、2軍で圧倒的な投球を見せてきた投手。150キロを超える直球、フォークを武器に三振を量産しそうで、1軍でも素晴らしい成績を残すんじゃないかなと思っていたんですが、1軍では苦しい成績。背番号19と上原選手や菅野選手が通ってきた伝統のある背番号に恥じない活躍を期待したいところではあるんですが、まあ、なかなか日ハム時代同様、球威に関してはもともといいものを持っていますので、制球が大事になってくることも間違いないですし、要所で使う変化球、特にフォークをどれだけしっかり決められるか、これが大事になってくるかなと思います。そしてパーラ。メジャー通算1312安打を誇り、世界一に貢献したサメ男。守備でも大きな期待はありますが、まずいプレーもあります。短いイニングではありますが、UZR1200 では現在マイナス 23.9。 打撃でも当初は長打、そしてヒットも量産していたんですが、7月下旬から下降気味。先日は一番気温も機能したとは言いづらい。まあ、コンディション不良で試合を途中交代してからやや調子も落ちてきているように感じて、まあ、首脳陣もスタメンから外したり休み休み起用しているなという感じがします。やはりクリーンアップ後に彼がいるのが楽しいんで、なんとか復調を期待したいなというふうに思っています。そしてウィーラー。池田選手とトレードで楽天から加入。楽天ではブラッシュ、ロメロ、ブセニッツ、シャギワ、ソンチャーホーが使われていたので出場機会はなく、まあ、現在全員が元気なので、まあ、今年の出場機会はほとんどないかなとも思われ、巨人にトレード。まあ、巨人には打撃でも結果、そしてムードメーカーとしてもチームに欠かせない存在に。やはり日本実績もあり、三振もありますが、長打も出塁もできる。得点圏での勝負強い一打も放つことができ、代打、スタメン、どちらでも結果を残してきました。さらに日本時代に経験のないセカンドでも出場、レフト、セカンド、ファーストを守るという意味でも大事な存在、本当に大きな戦力となっています。そしてブレーニャ。まあ、先日お話しした通り、今2軍で4番として出場し、結果を残している選手。まあ、成績等に関しては動画でお話ししています。まあ、今後巨人を担う可能性もゼロではないなと思っています。そして拓丸選手。昨年楽天を戦力外になり、今季巨人に育成入団した好打者。当初は3軍、現在2軍でも出場しているんですが、現状の成績としては目立っているとは言いづらいところ。まだまだ若いんですが、立場としては安泰ではないかなと思います。
そしてオースティン、成績としては素晴らしく、守備走塁も全力プレー、 MLB でもプロスペクトとして期待されていた実力、そして練習試合オープン戦で見せていたパワーや技術というのは本物で、成績もついてきているんですが怪我が多く、抹消やベンチ外の試合も増えています。左投手を若干苦手としており、三振も若干増えている。ただ率はさすがで長打も打てる、そして守備走塁も全力プレー。ただ先日はその守備で全力プレーでフェンスに激突してしまい、その後首のコンディション不良で抹消となってしまいました。万全であれば文句なしで S ではあるんですが、もっと試合に出られれば佐野選手とともにチームを引っ張ってくれそうではありますが、ソト、ロペスがまだまだ今シーズン本調子とも言えない中で彼がいないというのは現状苦しいかなと思います。そしてデラロサ、身体能力抜群かつパンチ力が魅力の内野手なんですが、現在の2軍では荒さも目立つ。フューチャードリームスに派遣されているんですが、2軍でも試合に出ている。三塁中心で守備でもまずまずの良さ、これからといったところでしょう。そして鷹匠選手、昨年オリックスを戦力外になり古巣 DeNA に帰ってきました。ルーキー時代に浜口選手を引っ張ってきたこともあり、今季もそのような起用、毎回抹消もあったんですが、打撃でも結果を残しており、プロ通算1本塁打ながら今季はすでに3ホーマー。星の守備ミスが目立ったり、伊藤光選手の抹消もあったり、彼への期待も大きく、もっともっと使っていってほしい。浜口選手専用キャッチャーだけではなく、しっかりと1軍で出場してほしいという声も出ているのが現状です。そしてピープルズ、開幕時点で先発に苦しかったこともあり、早々に1軍で先発。ゾーンに苦しみながら、まずまず三振も奪い、試合を作ったんですが、その後は長いイニングとは言っていませんでした。150キロの直球や角度ともに1軍クラスと言えるかもしれないんですが、カットボールなど変化球の決め球で苦しく、またストレートが145キロ未満という投球もあったり、抜群の制球と言えるわけではなく、高めの球を仕留められることも多かった。枠の関係で2軍でも登板していたんですが、コントロールはさすが、そして先日は150キロを再び記録。圧倒的とは言いづらく、先発ローテ固定とはなっていないんですが、 DeNA にとっては大事な戦力かなと思っています。そしてディアズ、当初は2軍で出場も、現在は神奈川ファイティングドックスで登板。やはり制球の課題というのは本当に顕著で、四死球も目立っている。ファイティングドックスに行ってからはまだ見れていないんですが、フランストンのようになれるとも評価をされている選手。最後に映像を見たのが6月なので、現時点がどうかわからないんですが、その時は四死球連発でアウトが取れず4失点。2軍成績だけ見ると、3試合で 1.2 回、8四球、1三振、防御率 16.20。1、2年単位で見るべきではないと思いますので、ファイティングドックスで経験を積んでどうなるか注目です。そしてガンケル、昨年マイナーで先発として多くの試合に登板し、打たせるのが持ち味の投手として期待。西選手、青柳選手とともに3本柱として活躍を期待されていたんですが、実戦の終盤で2打が目立ち、開幕ローテよりも長いイニングを投げることができず2軍調整。2軍では先発として5イニングに登板も、1軍では中継ぎとして起用。通信やカットボールが機能しているんですが、落ちる球ももっともっと使っていってほしいところ。エドワーズや岩崎選手、島本選手や森谷選手の離脱もあって、チーム事情的に現在のようにリリーフ起用が続くかもしれないんですが、現状チームに欠かせない戦力であることは間違いないかなとは思っています。ただ正直期待していた先発というポジションを埋めてくれているわけではないので、評価としては若干下げさせていただきます。そしてスアレス、昨年ホークスを退団となった剛腕投手、かつては中継ぎで多くの試合に登板したんですが、手術もあり18年以降は苦しく、19年は先発として結果を残すことができませんでした。ただ20年阪神入りし、中継ぎとして実戦からものすごい投球、スプリットや抜群の直球で三振も覚えており、すでに160キロを計測。藤川選手が苦しんだこともあって、クローザーとしてすでに多くの試合に登板、負担も増えているが、今季は阪神にとって欠かせない戦力で、離脱者が多い中でなんとか彼までつなぐのが今の阪神リリーフの勝ち方と言えるかなと思います。そしてエドワーズ、昨年 MLB でもリリーフとして登板した奪三振能力の高い投手、セットアッパーとして期待をされ、実戦でも好投していたんですが、練習試合の終盤ではやや四死球に苦しみました。ただ開幕1軍をつかみ、中継ぎとして1試合に登板したんですが、その後怪我で離脱、2軍でも登板がなく、現段階で復帰時期というのは未定となっております。そして中田健一選手、プロ通算100勝を挙げている経験豊富な投手、今季無償トレードで阪神入り、実戦からなかなか結果を残せていなかったんですが、実績等もあり1軍で早々に先発。阪神は高橋選手の離脱やガンケルがローテーションとして厳しく、青柳選手、西選手、岩貞選手、秋山選手、ガルシア、藤波選手と1軍の先発6番手が固定できておらず、現在はそのポジションを藤波選手が掴みかけているんですが、100% 確定というわけではありません。そしてガルシアや秋山選手に関しても入れ替えて起用することもあるかなと思います。高橋遥人選手がこの動画の撮影している日にちょうど先発となるとのことですので、この争いは激化していきますが、なんとか一軍の戦力になってほしいところです。そしてボア、
開幕当初なかなかヒットが出ず、特に左腕に対して苦しんでいたんですが、安打や長打が出始めました。やはり甲子園でもぶち込めるパワーはさすが。ただ若干ではありますが、調子も落ちてきた。同点時はいい成績を残すんですが、ビハインド時得点圏というのはやや苦しい。またストレートはある程度対応できていて、振り遅れても逆方向に持っていけるパワーもあるんですが、スライダー、特に左投手の外に逃げるスライダーや抜いてくるチェンジアップに苦しんでいる印象があります。まあ、ただやはり苦しんでいても満塁ホームランなど一発の力は凄まじい。4番の大山選手が好調で5番6番として重量打線を形成していると言えるかなと思います。そしてサンズ、彼もしかり、直球を逆方向にぶち込んだり、しっかりと振り負けず強い打球を飛ばし、嘘みたいなホームランも放ってみせる。ストレートへの打率というのはやや低いんですが、フォークやツーシームをしっかりと捉えています。まあ、彼もスライダーやチェンジアップを若干苦手としているんですが、得点圏打率が非常に高く、印象的な一打も打っているので、ファンの印象に残る打撃を見せている。サンズ、大山選手、ボアの 3-4-5 は昨年より一気にプレッシャーを与えることができていて、ここにマルテが入ってボアを6番に置くなどといった形ができれば、本当に強力な打線になっていくかなと思っています。全体を通してこんなところ。当初心配されていたボアはやや結果が出始めていたんですが、現在はサンズとともにやや苦しく、20得点以降の打線が苦しかったのは彼らの不調が大きかった。そしてオースティンも高打率を残しているんですが、怪我の離脱が痛い。そしてパーロは若干率が下がってきているんですが、新加入のウィーラーが勝負強い一打、長打力、ムードメーカーとしてチームに欠かせない存在となり、パーラとともにチームを盛り上げてくれている。そして高梨選手もリリーフの層を大変厚くしている。この新加入の選手たち、外国人選手たちが鍵を握っていると言えるのが、このセリーグ19年の A クラス。彼ら次第で順位も一気に変わってくるかなと思っています。以上が本日の動画でございます。ご視聴ありがとうございました。